吉田さん、こんばんは。いつもメッセージありがとうございます。で、今回はですね、いじめに対してどのように向き合っていくかっていうことの、すごくね、学びがあるう動画でしたね、えー。吉谷さんの、そのね、凡事徹底精神ってのは、もうね、その頃からあったんだろうなと。ギブアンドギブ精神っていいますかね、えー。これね、実はね、あのー、かの有名な漫画、ドラえもんの中にも同じような例があるんですよ。えー、いつもジャイアンにいじめられてるのび太が、ドラえもんと。 ももううういいいつもいじめられててるんだっていうふうにドラえもんに相談すするんんですよでよドラえもんは何か道具を出して助けてくれてでジャイアンをやっつけてくれるのかなっていういつものパターンかと思ったらそうではないんですよ今回はドラえもんは道具を出さなかったんですよその代わりこういうことを言います「のび太くん」とジャイアンにいじめられるたんびに逃げ返ってきたりとか仕返しをすることを考えるんじゃなくて嫌なことをされるたんびに親切にしてやったらどうだろう でそれを見た時に私も何を考えてるんだドラえもんはっていうふうにね小学生の私は思うわけですよそしてのび太くんもえー、なんで嫌なことされたら親切なことするんだよみたいな言う,言うわけなんですよでもドラえもんはちゃんとねその後のオチを考えてくれてるんですよそれはですねやっぱり嫌なことをしてるのに 帰ってきたのがいいことだったらさすがにね、罪の意識をいじめっ子は感じるんじゃないかってことだったんですよねそれと全くね、同じようなことを吉田さんがすでにされてたということでねまあ、結構今回のお話はね小学校6年生のそのいじめっ子の親玉がごめんねって言ったこと、和解したことこれは感動に値するかなと思いましたね 吉谷さんにしてはなんか感動話ってあんまり出てこないんですけども今回結構感動だったかなと思いますよね <laughs> まあまあまあ本当にねまあ人はね感動してあの新しいモチベーション出してますから吉谷さんも当然ね、あのー、感動する話っていうのは結構あると思うんですけども今回の本当に良かったなと思います、えー、だからね捉え方なんですよね捉え方うんある人がねこんな記事を書いてました今ね新型うつってあるらしいんですよそれはなんか重大な課題を押し付けられたら そういうふうなね、えー、新しいうつ病の形らしいんですけどもそれを見たあるねうつ病を経験された方が「こんなね新型うつなんて出てきたら本当に苦しんでる俺たちが誤解される」みたいなことを言ってるわけなんですよ。でも待てよとあの形がが変わったから自分だけが 被害者じゃななくて捉え方なんですよねそういう風な方も新しいうつ病という形でね悩まれているんだなという風に愛情を向ければ仲間なんだなと思えるはずなんですけども仲間っていうかねい弱いところを持った仲間悩んでる仲間って思えるはずなんだけどもいやいや自分だけがうつ病なんだよとお前は違うだろうとお前偽物のうつだっていう風にすでにねもう攻撃が始まってるわけなんですよね。それとか私地元広島は カープファンが多いんですけどもカープファンの中でも結構幅あってですね俺が本当のカープファンだあいつはエセだとカープ女子はインチキだと本当はカープのことが分かってないのに流行りに乗って私もカープ女子ですとか言って人気を集めようとしてるんだとかねそういう風に自分以外の概念を認めないんですようんだからこういう風になっていっちゃうのは非常にね 寂しいしそういう人がビジネスでお金で成功してるわけないっていうのはまさにその通りで私が今回ね吉田さんの話を聞いてプラス他の例をね今お話したの他の例を鑑みて思うのはやっぱり自己否定かなと思います自分が強く思っていることっていうのが一番厄介なんだとそれは人のことを排除して否定していることにすぐつながるからまずはですね自分のことをもう確信すればするほどこの確信は思い込みなんじゃないかなっていうふうに やっぱり考え直すことを俯瞰してみることによってですね必ず他の人の主張を受け入れる余地を作っておかないとなとそして他の人がね自分と意にそぐわない意見であったり全く違うルートを通っていてもそれはそれで認めていかないといじめの始まりだよってことなんですよ。で吉谷さんの話に戻しますとおなんかイケメンのね、あのー、会長候補児童会長候補と吉谷さんが、まあ、自分では冴えない っっってていいう風にに評価してらっしらゃいますすけけどもやっぱり一定の人に人気があるわけなんですよだから当選したわけなのにあの表面でねこっちの方がうん人気があるよっていう風に思ってた人が落選して吉田さんが客観的に見たら吉田さんが通るわけないと思われたのが通っちゃったみたいなことによってね人の気持ちってどういうことかっていうとあいつのせいでこの人が落ちたあいつのせいで自分の好きなこっちの人が駄目になっちゃったっていうのが怒りに変わるってことなんですよ。 やっぱり一人でとり思うのは選ばれた人っていうのは選ばれる理由があるそして選ばれなかった人っていうのはそれなりにやっぱりねええー、至らないところがあったというふうに素直に認めることなのかなと思います。で今回の動画のまとめですけども今自分にですねお金が集まらないとかねそれから自分の発信によって人が集まってこないとか信頼関係を作るのが下手だとか友達ができにくいとか人間関係を作るのが下手っていうのは全部これあなたのせいだよってことなんですよ。あなたが 友達になりたいような人柄がなかったり信頼されるような人脈と思っていただけなければあなたはずっとポツンと一人ということなんですよね。そしてお金が集まらないってことはお金を集める能力がないんですよあなたに。世の中が不幸で世の中が不況でお金が集まってないんじゃないんですよ。バブルの時代になっても必ずあなたにはお金が入ってないですね。 どんなないいい時代ででもお金入ってこないですそのいい例があまあ今回ねこの動画見てる人が誰か分かりませんけどもあの ICO のバブルとかね暗号通貨が流行ってた時期ありますよね今またね流行り始めようとしてますけどもじゃあ暗号通貨とか ICO のバブルの時に儲けれなかった人って何かっていうと見極めのできない人だったんですよ、うん。お金を投じてもそれがなくなるってことに気づかずに投じちゃった人がバブルの中でお金を失うというこれがね大多数の人なんですよ。 でもバブルの時に本当にバブルを掴んだ方黄金を掴んだ方っていうのはきちんと自分のやることを認識して他の人に巻き込まれなかった人なんですよねだから i c o が流行って i c o がバブルだなと思ったら i c o には手を出さないと i c o を気をつけろっていうようなね情報を提供することで多くの信頼と資金を残せたんではないかなというふうに考えていますで今回の動画は以上です本当にいい話だったんでちょっと長くなっちゃいましたけどね吉谷さん本当に素晴らしいと思います、はい、これからもよろしくお願いします